日朝修好条記。日朝修好条記は、1876年、明治9年、時の履歴、公衆2年イコール公衆13年2月26日に、日本取市朝鮮との間で締結された条約と、それに付随した諸協定を含めて指す。条約成分では、修好条記とのみ記されているが、通例として、朝鮮国との修好条記、朝鮮国とのマイナス、 日朝就航条旗、日戦就航条旗、日戦マイナスなどと呼称する。当時東アジアで結ばれた多くの条約と、同様、不平等条約であった。高下等で調印されたため高下等条約、カンファド、高下等条約、朝、とも、日のエネの年に結ばれたために日のエネ就航条約、平氏就航条約、朝、とも言う。1875年に起きた。 高下党事件の後、日朝間で結ばれた条約であるが、条約そのものは、全十二巻からなり、それとは別に具体的なことを定めた、付属文書が、全十一巻、貿易規則十一則、及び公文がある。これら全てを含んで一体のものとされる。朝鮮が、新朝の作法から独立した、国家試験を有する、独立国であることを明記したが、 変無的領事裁判権の設定や関税自主権の喪失といった不平等条約的条項を内容とすることなどがその特徴である。朝鮮側には不利な内容となっているが、それまで世界とは限定的な国交しか持たなかった朝鮮が開国する契機となった条約である。その後朝鮮は似たような内容の条約を他の西洋諸国、アメリカ合衆国、 イギリス、帝政ドイツ、帝政ロシア、フランスとも同様の条約を締結することとなった。この条約が締結された当時、朝鮮は真の策報国であったが、鎖国政策を国税としていたため、国際交流は非常に限られていた。しかし、そのような朝鮮も1860年代以降に、欧米列強から近代的な国、通商関係を求められるようになる。 当時、朝鮮の政権を担っていたのは、高僧の実父沖ノ大院君である。大院君は、鎖国を維持する姿勢を貫いた。これは中国における、西欧側の行為を知ったこともあるが、朱子学以外を認めない、衛生赤者という思想政策を推進していた大院君が、西欧諸国を遺敵視していたことも、理由の一つである。大院君は、 西洋万人の審判に戦わないことは和議をすることであり、和議を主張することは、売国行為であると書かれた、関和比を朝鮮各地に立て、上位の機運を高めた。また、朝鮮では、文読、慶長の役で、中国が朝鮮を救援したため、戦時には中国からの救援を期待していた。小島武氏は、中国は、東アジア全体にとっての親分だというのが、 朝鮮の認識ですから、親分である中国に自分を守ってもらおうとするわけですねと述べてる。しかしながら、1866年のフランス人、宣教師を含むキリスト教徒の虐殺事件、日の江虎迫害は報復として、フランス軍が軍艦7隻総兵力1000人で、朝鮮の高下党を攻撃、占領する日の江虎ような罪となり、同年のジェネラルシャーマン号を、 焼き討ち事件は、アメリカが死臭国も、報復として、軍艦五隻総兵力千二百人、艦砲八十五門で、朝鮮の高架島に攻撃、占領を行われる、かのと羊用なつみという事態を招いた。西欧列強が迫っていた東アジア諸国の中で、いち早く開国し、明治維新により、近代国家となった日本は、西欧諸国のみならず、 自国周辺のアジア諸国とも近代的な国際関係を樹立しようとした。朝鮮にも1868年12月に明治政府が樹立するとすぐに処刑、すなわち国書を津島藩の創始を開始を送った。江戸時代を通じて朝鮮との関係は創始を通じ築かれていたためである。しかし国書の中に公や砲直といった用語が使用されていたために、 朝鮮側は受け取りを拒否した。全近代における作法体制下において、工場や包直という用語は中国の王朝にの許された用語であって、日本がそれを使用するということは作法体制の頂点に立ち、朝鮮よりも日本の国際地位を上とすることを画策したと朝鮮は捉えたのである。旧歴で明治元年にあたる1868年以来何度か 朝鮮宛の日本からの国書がもたらされたが、両国の関係は円滑なものとは言えなかった。処刑問題を背景として生じた日本国内における政官論の高まりに大院君が非常な警戒心を抱いたことも一因である。また、長崎の出島のように、不山の和寛に限定した国交を望む朝鮮側と、津島宗氏から外交権を取り上げて外交を一元化し、 開国を迫る日本との間に祖語が生じた。釜山の和勘は、朝鮮側が日本、特に津島藩の施設や商人を共和するために設けた施設であったが、明治政府は津島藩から外交権を取り上げ、朝鮮との交渉に乗り出そうとした。その際、和勘をも、朝鮮側の承諾なしに接収し、日本交換としたことから事態が悪化し、 必要物資の供給及び密貿易の停止が朝鮮側から宣言される事態となった。日本は朝鮮との交渉を有利にするため、朝鮮の創始国である新朝と対等の条約を進めて1871年に日清修好条旗を締結した。これにより、策法体制の維持を理由に国交交渉を寄避する朝鮮に就航した。 1873年に、対外強硬派の大院君が失脚し、王妃敏妃一派が権力を握っても、日朝関係は容易に好転しなかった。天気が訪れたのは、翌年に新韓の構想に発展した台湾出兵である。この時、日本が朝鮮に出兵する可能性を政調より知らされた朝鮮側では、李広島や僕刑事を中心に、 日本からの国書を受理すべしという声が高まった。李僕は、津島藩のもたらす国書に、公や、直とあるのは単に自尊を意味するに過ぎず、朝鮮に対して唱えているのではない。受理しないというのは、公輪公よしみの道に反していると主張した。国交交渉再開の機運が高まり、1875年に交渉が行われた。日本側は、外務省理事官、 森山茂と広津博信、朝鮮側は、東ライフの官僚が交渉を始めたが、処刑に使用される文字について、両者の認識にくいが生じて、交渉は決裂。森山は、法官外交を行うことを、日本政府に上申したが、三条、耳の反対があり、河村住吉の建議により、日本海軍の法官二席、運用及び、第二堤防が5月に派遣され、 朝鮮沿岸海の測量などの名目で G 活動を展開するに止まった。その後運用は、津島近海の測量を行いながら、一旦長崎に寄港するが、9月に入って、改めて、新国牛荘、栄光までの航路研究を命じられて出港した。9月20日、日本の運用艦が、朝鮮側の首都運村に近い月日と襲いに、闘病中、運用所属の探偵が、 高架党の砲台から砲撃を受ける事件が発生した、高架党事件。運用は反撃し、英州島の要塞を一時占領、砲台を武装解除し、武器、機象、楽器等を戦利品として六角した。この事件における被害は、朝鮮側の死者35名、日本側の死者1名、負傷者1名、後死亡であった。事件は、朝鮮側が、 日本海軍所属の軍艦と知らずに砲撃してしまった偶発的なものとされ、この高加島事件の事後交渉を通じて、日朝間の国交交渉が大きく進展した。明治政府のフランス人法律顧問ボアソナードは、事件を処理するために派遣される施設への訓令について、以下を、決して、朝鮮に情報すべきではないと無心した。またこれらが満たされない場合、 軍事行動も含む強硬な外交姿勢をとることをも合わせて意見している。これらの意見はほとんど変更されることなく、大乗大臣条を耳を通じて、軍事に付属するうちとして施設に伝えられた。ただこのように軍事的高圧な姿勢を表面上見せながら、当時の日本は軍費の負担という点を及び戦争の発生が、 ロシアや新朝の介入を許容する要因になるかも知れず、その点からも極力は戦争を回避する姿勢であった。以上をまとめると、日本側の交渉の基本姿勢は以下の2点に集約される。また対朝鮮政策は実質的には朝鮮の創始国である対新朝政策でもあり、新朝の干渉をなくすべく事前に 新朝の大官たちと接触を重ねることも日本は行っている。条約交渉は大きく分けて2段階ある。まずは日朝修好条旗そのものの交渉。次に、条旗付録及び貿易規則に関する交渉。前者の条約交渉には、日本からは全県大使、黒田清隆と副市、井上薫が、朝鮮からは看板中枢富士と副総監。 イン・シュゲル省が出席した。交渉場所は事件のあった高架島とされた。交渉は最初から日本ペースで進められた。まず随行兵士の人数や武器形態をめぐって本交渉の前に協議されたが日本側は朝鮮側の抗議を一周している。そして1876年2月11日に本交渉が開始された。朝鮮側は 1866年末に起きた八戸事件、香港在住の日本人八戸純縮が、真の新聞に、政官論の記事を載せたことから、外交紛争となった事件を交渉の場持ち出したが、日本側は、八戸の拒絶はすでに、江戸幕府及び、津島藩が、否定済みであると一周した。朝鮮側は、この突然の条約締結の申し入れに驚き、最初は拒否したが、 日本側の提示した条約に対する修正案を出すこととなった。日朝間の交渉で上がった修正項目は、両国の国名をどう記載するか、相手国に赴く指針の交渉相手とその資格、往復回数、開口場所と、その数、最恵国待遇などであった。朝鮮側の修正要求は、策報告としての対面的なものが多く、後々問題となる。 領事裁判権は一切問題としなかった。数ヶ月後に結ばれた蒸気付録や貿易規則で定められた関税自主権の放棄なども円滑承認された。条約批准の段階に至っても朝鮮側の関心事は対面的なものであった。すなわち批准の際、朝鮮国王の署名を要しないことを日本側に求めた。結局、この問題は 朝鮮国主上の宝という玉字を新中して、王家批准することになった。そして、2月27日、朝鮮旧暦2月3日に、高家フレンブドで条約を締結及び批准した。修好条記は12巻で構成され、条文は漢文と日本語で書かれた。また、両国の外交文書は日本語と、朝鮮まぶみ、漢文で書くこととし、日本側の文書には、 先十年間は日本語に漢文を併記することとした。両国の国名は、それぞれ、大日本国、大朝鮮国と表記することとした。第一漢朝鮮は、自主の国であり、日本と平等の権利を有する国家と認める。ディバイビット第二漢日朝両国が、相互にその首都に講使を駐在させること。第四漢、第五漢すでに、 日本交換が存在する不山以外に2個を選び、開港すること。開港においては土地を貸借し家屋を造営しあるいは、所在する朝鮮人の家屋を沈借することも、各人の自由に任せる子。ディバイディッド第7艦朝船の沿岸は、当初岩礁が険しく、極めて危険であるので、日本の航海者が自由に沿岸を測量して、その位置や深度を明らかにして、地図を編纂して、 両国客船の安全な航海を可能とするべし。第9貫通省については、各々の人民に任せ、自由貿易を行うこと。両国の管理は少しもこれに関係してはならない。貿易の制限を行ったり、禁止してはならない。しかし詐欺や耐弱の不払いがあれば、両国の管理はこれを取り締まり追徴すべし。ディバイデッド第10日本人が開港にて罪を、 犯した場合は日本の管理が裁判を行うまた朝鮮人が罪を犯した場合は朝鮮管理が裁判を行うことしかし双方はその国法をもって裁判を行い少しも加減をすることなく努めて公平に裁判することを示すべしディバイディット通商関係については上記そのものでは詳しい取り決めをしなかった 第11条で6ヶ月以内に再度協議することを定めたのみであった。そこで8月5日より、ソウルで交渉が開始された。日本側代表は、理事館外務大進むである、宮本小一、朝鮮側代表は、河尾治む管理政府道場の肩書を持つ長、虎広氏であった。交渉で問題となったのは、講師がソウルに感謝を構えるか否か、公私発出問題。 日本の役人が朝鮮内地を移動できるか否か、開港地における一般日本人の移動範囲、米や雑国の輸出入といった事案であった。交渉の結果、感謝の設置や朝鮮内地の旅行は、朝鮮側の強い反対で日本側が撤回した。また、開港地での移動範囲は10里、朝鮮利程以内となった。国類の輸出入は上記に盛り込まれることになった。 12回にわたる交渉の結果、8月24日、事件歴7月6日、歳目に当たる就航上記付録、11巻と焦定に当たる貿易規則、11則が定められる。関税自主権に関わる重要な取り決めが含まれていたが、大きな衝突もなく、短期間で打結した。付録第5歓戒コーチにおいて、日本人は、 朝鮮人に賃金を支払うことにより雇用することができる。朝鮮政府の許可あれば来日することも問題なしとする。ディバイディット付属第7関解工場において日本人は自国の貨幣を使用することができ、朝鮮人は売買によって入手した貨幣を日本製品購入のために使用することができる。また日本人は朝鮮同化を運輸することができる。貨幣偽造があれば その国の方に照らし出すする。ディバイディット付録第10関朝鮮は海外諸国との国交がないが、今後朝鮮に国交のない諸国の船が遭難し、漂着する人がいれば、日本の管理官がいる開港地まで送り届け、そこから遭難者の本国に送還することとする。ディバイディット。第6足開港地での米や雑穀の輸出入を認める。 ディバイディット大休速指定された、開港場以外において、密貿易を行い、その地の官僚に適発されたときは、日本の管理官に引き渡し、日本側は没収した金品をすべて朝鮮側に交付すべし。ディバイディット貿易規則そのものには、穀物の輸出入及び、港税が不当に低く抑えられていることを除けば、さして問題となる箇所はない。 不平等条約的性格が監視されるのは、この時、貿易規則とは別に、宮本小市から長虎弘氏に渡された、蜘蛛、修行蒸気付録に付属する往復文書の中においてである。この公文は、人民に交付して、不可なるものと位置づけられたものあった。公文の一部日本から朝鮮に輸出するものについては、日本の税関では、輸出税をかけず、 一方、朝鮮から日本への輸出するものにも輸入税をかけない。ディバイディット。日朝修好条件の締結は、それ以外の諸国の人々の関心も引いた。例えば、中日イギリス公使、ハリー・パークスは、日朝修好条件が日英通商条約と類似しているとの感想を漏らしている。日本が最初に締結した日米和親条約や日米修好通商条約は、 その後に結ばれた西欧列強と締結した諸条約のモデルとなっている。日朝修好条記は日米間の条約を研究して結ばれたものであるから、パークスが感じるように日朝修好条記と日英間の条約の性格が似ているのは当然と言える。強いて類別すれば、条記そのものは日米和親条約にあたり、付録及び貿易規則、公文は 日米就航通商条約に該当する。しかし同様の性格を有しながら、いくつか相違点もある。朝鮮を自主の国とわざわざ言明している点は、この条約の特殊な点である。西欧列強の対日条約のいずれにも、これに類似する項目はない。また最恵国待遇がないことも特徴の一つである。中日イギリス公使パークスは、 日本の朝鮮への要求が日本に対する欧米側の要求にも上回っていることについて非常に注目していた。以下に主要な違いを列挙する。以上から日朝修好条記は日本が欧米と結んだ諸条約と比較してより過酷な内容を持ったものになっていると言える。日朝修好条記において不山以外に二項を開講するとしながら どこにするかという具体論になると、交渉は難航した。日本は、候補の一つとして文川軍松田里を強く押したが、その地は、王領、王家の墓地があるために、朝鮮側が難色を示した。大体として候補に上がったのが徳元府、元山松であった。日本はこれを受け入れ、1880年5月開港となった。日本は十万坪強の居留地を設定し、 領事館を置いた。元山は単に貿易の要所としてだけでなく、対ロシアの拠点としての機能も重視された。そのため、明治政府は積極的な移住政策を推し進めた。もう一つの開港地として、日本側が求めたのは、新川渦住物浦である。新川は、朝鮮の首都運送の外交にあたる地であるため、交渉は非常に難航したが、 朝鮮側が妥協して1881年2月受諾を通告してきた。ただ実際の開港は人後事変が発生したため延期となった。1882年に領事館が置かれたものの開港はさらに遅れ、最終的には1883年1月になってようやく開港された。同年9月には7000坪ほどの居留地が設けられた。朝鮮側の認識では 日朝修好条件の締結は、江戸時代における、作法体制下における、降臨関係復活であると捉えていた。決して近代的な国際関係の中に自国が置かれたとは考えていなかった。したがって両国が講師を相互に常駐させる、必要性を認めることはなかったのである。むしろ、朝鮮通信誌のように、傾聴といった事柄に対し随時施設を送ればよいと主張し、 そして首都に常駐することに非常な懸念を表明した。日朝間で激しいやりとりがあったが、便利公使、花房義室が日朝間を頻繁に往来し、1880年12月には、ハンスンに公使館を設置することで、長期滞在を規制事実化したため、朝鮮側も黙認せざるを得なくなった。同年、朝鮮側も東京に公使館を設置している。 一方、朝鮮側は1876年5月、日本側の勧めにより、東霊施設として、ヤンバンを生員とする、オサムシン氏を日本に派遣した。開花途上にある日本の現状を視察するのが、本来の目的であったが、派遣された両藩たちには、保守的なものが多く、一回目の派遣はあまり成果が、なかったと言われる。近郊州に引きられた二度目のオサムシン氏は、 中日新朝講師官アキ及び講淳権と面会し、既の朝鮮策略を持ち帰っている。第二回、おさむ新氏の見聞、日本政府との交渉、朝鮮策略の持参によって、朝鮮の対外政策は欧米に対する、開国政策へと舵を切り始めた。日朝修好条記締結後、多くの日本人が朝鮮開港地を訪れた。例えば、 日本列島に近接する半島南東部の富山では開港当時居留人口は数百人程度であったが、1882年には2000名弱の日本人が在留。主に大阪や九州、津島の商人が多かったという。貿易額も比例して大きくなり、やがて中朝貿易と比較して日朝貿易の比重がより大きなものになっていった。しかしそれに伴い、 多くの問題が発生することになる。まず日本の国内価格よりも非常に廉価である米国が朝鮮から大量に輸出されるようになり、輸出差益を期待した缶や合唱等による米の買い占めもあって、朝鮮国内において深刻な米価闘機をもたらした。また当初は貿易額の右肩上がりを支えていた無関税貿易であったが、 次第に著しい貿易不均衡の問題が表出するようになってゆく。遅まきながら完全設置の必要性を悟った朝鮮政府は条約を無視して一方的に普山の朝鮮人商人に税を課し始めたが軍艦派遣を含む日本側の厳重な抗議によってこの企みは頓挫した。その後幾度か関税についての施設を日本に派遣したが交渉はいずれも成功しなかった。 その後、税率交渉のため日本から、便利講師、花房義室が半スにへと派遣されたが、神戸事変の発生によって、交渉は中断を余儀なくされ、最終的な決着は1883年、明治16年7月に締結された、日朝通商商定の成立を待たなければならなかった。この商定の規定により、日朝貿易は無関税制から、 協定関税率制へと移行することになった。上記のような経済問題は、領事裁判権問題とも密接な関わりがあった。大倉木八郎や福田増平といった、清少、第一銀行といった大資本が、朝鮮貿易に参入するようになると、津島商人たちは、経済的に脇に追いやられるようになり、本来貿易が許されないはずの開港地の外縁へと、 暴力的に進出していくようになる。そのため朝鮮人と揉め事を起こすことになっていくが、当然、津島商人たちは日本側が引き取り裁判を行った。このような日本側の姿勢は、天貧乏帝国主義と評された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。